さあ、行動の奥までやってきました。で、今度はここを破壊しろってことかな。おー、ミーパン、シロ、やっと来てくれたんだな。この先にも行動がついてそうだぞ。勝手にここに進んでもよかったんだけど、お前たちを待ってたんだぞ。いや、お前らの力をもっと見せてくれよ。お前ら、荒くれだろ。さあ頼むぞ。自慢のハンマーか古びた魔法の玉でこの分厚い岩の壁を壊すんだぞ。じゃあ魔法の玉か、これでやっちゃいましょうか。木の吹っ飛ぶんじゃねえのこれ。ドワー、あれ、ガイジャー返しきれてない。イエーイ、めっちゃなんか、あの壁の向こう側にドラキーがいやがる。よし、もう一発行くぞ。ほら、うおお、岩の壁が壊れたぞ。思った通り行動につながっていたぞ。いいぞいいぞ、このまま鉄を目指して奥まで進んでみるぞ。オイラたちが立ち止まったら何か問題がある合図だぞ。問題を解決してサスケに進めるようにするんだぞ。じゃあお前ら敵と戦えよ。お、敵無視していくんじゃねえって。おい、戦えって言ってた。すごいこと。結構あれなんだよな。範囲が綺麗んだよな。よし、怪我はいっぱいゲット。なんだよ、骨くれよ骨。よいしょ、ゲット。まあいいか、そこはいいや。あんまり鉱石っていうか、あの岩ブロックいらねえんだよ。とりあえずゲットしていこうかな。はい、よし、よいしょ、ゲット。あ、でもキノコな、あのキノコキッチンっていうの、なんかもっとキノコいたら進化しそうだから、ちょっと残しておくか。あ、やめろやめろじゃん。あー、と思った。指導を壊してくれるのはありがたいんだけどよ、もうちょっとあの止まれっていうこと知れ。またもしかして直せっていうやつじゃないだろうな。そんな気がする。はい、やらいでしょう。これはそうだな、ちょっと行こう。えい、なあなあ、ミーパン、奥にある柱の宿も忘れず頼むぞ。お前らはあれか、待つだけかよ。ちゃんと自分ら仕事しろ。何やってんだよ。またアルドラキがやる。これは多分もう一本我慢しないといかないぞ。力これに、くそ、ちょっと待って、これどうやってやるか。これじゃ見えねえって。柱を直した、直しましたよ。お前らちゃんと敵倒していけよ。無視していくんじゃねえって。何が出てくるかな。お、なんだ、敵ばっかり。いや、なんかあそこ爆弾岩みたいな。やべ、おーい、この
タイミングで報告会かい。あ、銅の数が増えている。14個、石炭23個。お、196個、これ結構いったな。お、333個だから、あと2回報告会したらカッパーマンになるじゃないですか。お、あと逃げるね。どうした、あぶな、これ何これ。あ、石か、ただの石かよ。なんだよ、爆弾やでも割ってんのかと思った。これ取っていいの。ドキドキベッド、なるほど。爆弾岩だからいつ爆発してもっていう感じのあれかな、これ。ドキドキベッド、爆弾岩の形をしたふかふかベッド。まあ確かにな、爆弾岩爆発するためのあれだからな。よし、じゃあ特にあと他はないんだな。およ、それの海だけにベッドして、これはちょっと届かんな。これはもうこの岩邪魔だから、これ多分どっかに捨てることになるな、この岩。よし、よっしゃ、よし、じゃあちょっとこれで寝てみるか。えい、おやすみー。うわ、なんか今あれなんだったっけ、エネミネーターだったっけ。なんかあいつが今湧いたぞ。あれなんだ、あれ中国だったのか、よくわからんけど。あ、でもいいや、どこに、ないからいいや。よっしゃ、行こう。まっすぐも、あ、そうか、これ使ってた。お、レベル上がった。レベル13かな。よっしゃ。お、やった、スタミナやった、がった。嬉しいな、スタミナ上がるのがちょっと今嬉しいな。なんだ、あ、またお前か。これ、見るか。あそこを爆発させろか。よし、これ。あ、そこにもある。待ってるよ、お前ら。お前らちゃんと戦えって言ってんだよ、本当によ。モンスターもしやがって。いらないものも全部しまっとこう。扉もいらん。これもいらん。よし。よっしゃ、じゃあ爆発させるぞ。おい。おお。あ、なんだ。なんか今、そのあるぞ。あいつらあれは見向くもせずに行きやがった。よっしゃ、俺はなかった。またフルセタ弾。うわ、これ届かねえな。スタッキーこっち邪魔だな。よいしょ、これなんだ、なんか神殿かなと思ったら違った、神殿じゃない。あ、ビルダーパズルか。この島に来て初めてだな。え、これはなんだ。え、一
番ん、これはなんだ、どうすんだ。これはこれ何、本棚、本棚の位置を、これはだから左と真ん中が、本棚が右と真ん中だから一番左で、ベッドを右と左だから真ん中で、タンスか、タンスを右だな。で机が一番右、椅子がほぼ OK。 結構簡単だったな。よっしゃ、ちょっと待って、これこのベッドとかって持って帰れるかな、欲しいんだけど、持って帰れる、やった。壊せない、なんだよ、よいしょ、小さな村ゲット。このフレームか、なんだろうな、かがり火、お、いいや、これもらってかよ。なんかここちょっと豪華な感じがするから、かがり火いただきます。しっかりいただいていきますよ。なるべくその素材を使わなくていいようにするために、ちょっとこういうのを持って帰っておけば多少素材節約できるんで、よし、ぐらいかな。ここら辺はできない。石、階段ちょっともらおうかな。オイラの穴が激しい鉄使を捉えたぞ。うん、
この壊れた足場の上にきっと鉄があるけど、今のままじゃ登れないぞ。ミーパン、オイラたちもこの上に行けるようにみんなで使える足場を作ってもらいたいぞ。お願いだぞミーパン、まずはみんなの足場を作るための設計図を書いてほしいぞ。お前らただ洞窟走っただけじゃねえかよ。採掘足場の設計図を描いた。石の階段があと4、はしごちゃんと作ってます。壁掛け対応です。全てのブロック、ああそういうことか、はい、分かりました。おお、すごいぞ、みんなの足場の設計図が描けたんだな。足場があればオイラたちも上に登れるぞ。早速設計図を組み上げてほしいぞ。もしもはしごを高いところにつけていくんだら、1つつければ登りながらつけられるぞ。よし、ちなみに作業台はおあつらい向きにそこにあるぞ。何か作るなら使うといいぞ。大丈夫っす。はしごはね、ちょっと無料で作れるからもう用意してあったんですよ。壁掛け松明とはしごと、あとなんだっけ、石の階段か。でこれはもうここに階段、ここで、あとどこにつけた、これちょっと待って、石の階段はあと2つ、あここか。いやこれぐらい残れるじゃん。階段いらない。ではしごで、あ、松明作らなきゃいけない。松明だけ、そろそろいけると思うんだ。モンツロラでもカラポ島でもこのオッカルムでもずっとお前のもの作りを見てきた。もういい加減俺もものを作れてもいい頃だろう。ちょっとその作業台俺にも使わせろよ。うん、よし、きっとこんな風にやれば、うん、俺をこうして、うわぐわー、くそ、どうしてだ、みんな物を作ってやがるのにどうして俺だけ。まさか俺が物を作れないのはあの声が言うように。まあいい、物作りはこれからもお前に任せる。魔物をぶっ倒すのは俺に任せとけ。ああ、シドウちょっとなんか物を作りたいんだよな多分な。松明が、あ、銅のインゴットがね、嘘だろ、銅のマジか、銅持ってねえよな、もしかして銅、あ、銅持っとるわ。ってことは、ここに銅を作って、ちょっとめんどくせえな、ここに銅を置いて、でとりあえず1個だけ作っとけや。ちょっとその間ここら辺壊しとこうか。
はい、できたぞ。うおー、登ってこんでいいって。下から喋れ。みんなの足場ができたんだな。さすがミーパンだぞ。これでオイラたちも上に行けるぞ。足場があればオイラたちも上に登って鉄を掘れるぞ。助かったぞミパン。さあさあミパン、早くハンマーで鉄を掘るんだぞ。まず必要な鉄は10個だぞ。でもってこれからはオイラたちが掘った分の鉄を夕方の国会でミーパンにやるぞ。それとそこに導き玉があるぞ。忘れずに触れておくんだぞ。わかりました。もう触れておきました。もう大丈夫です。じゃあ掘ります。お、鉄を手に入れた。やった。これでアイアンの壁が作れるようになるのかな。鉄のインゴット、よし。お、なんだそれ。ひょっとしてそれが鉄ってやつか。あのツルツル頭は鉄を10個取ってこいって言ってたな。近くにあるぞ、ほっともっと掘ろうぜ。手当たりして全部やるよ。ああ、そうか、これ鉄を掘るのちょっとあれだな。一発じゃこれって感じだな。これはちょっとな、もうちょっとハンマーとか、これ本当これ以上強くならんのかな。鉄が10個取れた。みんなを鉱脈で働かせることもできたぞ。実はなミパン、コードは上層と下層に分かれているんだぞ。もうすぐ上層部もおしまいみたいだぞ。どうせならオイラカルロに報告に戻る前にこのままもう少し奥まで進んでみたいぞ。さあミパン、オイラについてくるんだぞ。それはいいんだけど、あ、なんだこれ。あ、こいつが叩いてるから掘れないな。待ってくれ、もうちょっと鉄を掘らしてくれって。おっと、落ちた。くそ、これもあれだな、魔法の弾で爆発させてやりたいな。そしたら結構簡単に取れそうな気がするんだけど、でもそうすると多分この足場崩れるよな。おい、空振ったやないか、これは。おお、もう夕方だ。以下省略。銅14個、鉄8個、石炭41個だ。お、266。あと1回か。よし。じゃあ、あと1回にいたら、カッパーマンになれるんだけどな。カッパーマンってどんなやつだ。体が銅になるからなのかな、よくわからんのだよな。あれ、あ、上、あれか。せっかくの鉄なんだが、もっと掘って帰ろうぜ、お前たち。なんで急にいなくなったんだと。はい、ドッカンハンマーしたら掘れるんだ。よっしゃ、わかった。ちょっと待って、ご飯を食べる。まあいいや、ちょっと先行ってみるか。しょうがねえ。これ、これ壊せるか、これ。ハンマーで壊せないかな。ミーパン、せっかく来てもらったのに俺ら申し訳ないぞ。オイラーの鼻によれば向こうにコードがつながっているんだぞ。でもこの岩の壁硬くて壊せないぞ。ハンマーでも爆弾でもこの岩の壁は壊せそうにないぞ。これはどうしようもないぞ。え、それじゃあもうここでストップやんけ。ミパン、一度地上に戻るんだぞ。鉄が取れたことをカルロに報告するついでに壁を壊す方を考えてきてほしいぞ。
なんだって。魔法の弾でも壊せない、ハンマーでも壊せないだったらもうどうにもならんじゃないかい。古びた魔法の弾だから壊せないのかな。だったらこれ古びたじゃなくて普通の魔法の弾になったら壊せるんじゃない。でもその普通の魔法の弾に作る手段がないもんな。まあしょうがないか。ちょっと待って、もっと他鉄を取りたいんだけど、ないのかな鉄。上にはあるけど、鉄をもうちょっと掘らしてください。鉄を手に入れて荒くれたちを鉱脈で働かせてきたんだな。鉄があれば便利な道具も作れるぞ。そうだな、例えばもっと硬いものも壊せる鉄のハンマーなんてのも作れるかもしれんな。おお、すげえ、おあつらえ向きやん。それはそうと、お前さん、あれからペロとはどうなってんだ。ん、どうもこうもない、何もなってないだと。嘘をつけ、お前さんペロに弁当をもらってたじゃないか。ペロのやつ心なしか頬が赤かったぜ。おっと、勘違いするなよ。俺は荒くれたちみたいにペロの弁当が羨ましかったわけじゃない。だが、もし残ってるならペロの弁当を分けてくれ。なんなら残りかせてもいいぜ。気持ち悪いな。なあ、ミパン、こいつらどうしてあのペロって女にこんなにこだわるんだ。まあ、好きなんでしょうね。何？俺が愛ってやつだと？なんだ、愛って。それぶっ壊せるものか？指導には分からんか。まあしゃあねえわな。まあ気持ち悪い連中がいっぱいこの村にはいるってことだよ。指導つけてで、ふう、いよいよ鉄も手に入った。行動の復旧は順調のようだな。だがそろそろ硬い岩の壁に行き当たって困ってる頃じゃないか。
その通りだ。そんな時は鉄を加工して道具を作るに限る。そして鉄の金属工房があれば最高だ。金属工房？鉄の金属工房はその名の通り、部屋の壁を全てアイアンの壁で作った工房だ。鉄の部屋に炉、皮袋、壺、収納箱を置けば完成できる。鉄の加工のために鉄の金属工房を作ってくれ。なるほど、それを作れと。つってもな、ここなんていうのかな、作る場所があんまないんだよな。どうしよっかな。じゃあちょっとこれ作業台とかこれちょっと移動するか。鉄の工房だからちょっとこれできればこういう真ん中に置いておきたいしな。で、この収納箱を壊してアイアンの壁をここで、このちょうど中心的なところに作ろうかな。アイアン壁を作らないといけないんだよな。5個でどれぐらい作れるんだ、アイアン壁。アイアンか、これ。3で10か。結構これ、大変だな。壺は1個もある。皮袋を作っとこう。ここら辺も作れるけど、ダーツボードが3ついるから9か。ちょっと鉄のインゴットが待ちだな、これ。じゃあちょっとその間ちょっとレベル上げてみてくるか。こういう時間にちょっとレベル上げをしておいた方が、食材集め、綿とか手に入るからな。よし、油をもしっかり。あんまり経験値は高くないんですけど、まあでも食材となるお肉を落としてくれるから、うん。でこのサソリが一番高いかな。そして、おお、薬の葉を落としてくれば薬草を作るんですけどね。助かる。いや、よし、ナイス。よし、
するんじゃないかな。酒場をこれと、あとどこ？バナ。おお。で、これかけね。あれ？あ、こうか。で、これで完成。やった。完成。バオが完成したぞい。バオを立てよう。達成。お、鉱石の採掘量が上がった。やった。ミーパン。ついにバオが完成したのね。とっても素敵じゃない。ありがとうミーパン。これできっと父も喜ぶわ。さあ、改めてみんなに知らせに行きましょう。ありがとう、ミーパン。これで俺の願い一つ叶った。ゴルドンに力が戻って島にゴールドダッシュが復活すれば、今の何倍も鉱石が取れるようになるはずだ。それにもうすぐペロがバンになる日が来るってわけだ。俺はいても立ってもいられねえぜ。ええ、そうよ。でもゴルドンのお願いはもう一つあるわ。全部こなしてくれたらバンになってあげる。ペロ、お前ほんと優しい。俺のこと気遣ってくれて、バニーにもなってくれるなんて。ふふふ、勘違いしないで。別にゴルドのためじゃないわ。私がバニーになってみたいだけ。とにかく、ミーパンさん、ゴルドンさんのお願いもう一つあります。引き続きお力をお貸しください。わかりました。おっしゃ、とりあえず酒場は完成したので、あとは行動だな。で、なんだっけ、なんだ、お肉、これ中に入れとこう。で、これでいただきます。よっしゃ。じゃあ、あとはアイアンゴッド、これができるのを待つだけだな。